生態が最悪なこの夫婦知ってる？ディアブロス、ディアブロス足夫妻。足は通常種のメス個体にあたり、全身が黒く染まっている。これは産卵期で警告色として自身の危険性を周囲に知らしめるためで、期間限定で見られる姿である。本能的に足の方が凶暴で攻撃力が高い。ディアブロスとはつがいの関係にあるが、夫婦円満とは程遠く、リアルだと大問題になる生態を持つ。彼らが連携する姿は確認されておらず、お互いが個別で行動する別居状態。出会い頭に即喧嘩を始めてしまう離婚秒読みの夫婦なのである。この仲の悪さは夫に原因があり、ディアブロスは私有で子育てを共同しないと考えられている。つまり夫は育児家事を手伝わないただのクズ野郎なのである。あー、夫がダメンズなのかと思いきや、メスである足ですら子育てをしていない可能性があり、夫婦揃って育児放棄、出会って4秒で即喧嘩の救いようがない夫婦なのである。誰からも育てられなかったディアブロス、歴史は繰り返されるのであろう。